今夜8時前、山口県下関市と福岡県北九州市に挟まれた関門海峡で、海上自衛隊の護衛艦クラマがコンテナ船と衝突しました。コンテナ船は韓国籍のカリナスターで、護衛艦とコンテナ船の双方から炎が上がりました。護衛艦の見張りをしていた乗組員1人が右足に傷を負い、他に見張りの乗組員2人が煙を吸うなどしました。 3人はいずれも男性で命に別状はないということです。衝突したのは本州と九州を結ぶ関門橋の近くで、双方とも自力走行は可能だということです。護衛艦は一昨日神奈川県相模湾沖で行われた艦艦式に出席し、母校の佐世保に戻っている途中でした。一方のコンテナ船は釜山から大阪に向かっていました。